どうも島部です。今日の IT 大学では私がヤフーを辞めた理由について語りたいと思います。私は新卒の時にヤフーにエンジニアとして入社したんですけれども、2年経って退職しました。で、今回はその退職理由について語っていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。まず話していく前にちょっとだけ前置きをさせてください。というのも今回ですね、ヤフーのマイナス面をちょっと言っちゃうんですけれども、基本的にはプラスの方が多いですよということを、保険として先に話しておきたいなと思います。ヤフーはですね、待遇も良くて福利厚生も良い、そして、まあ、人材の質も高いと、まあ、端的に言ってホワイトな会社です。もうホワイト企業ランキングみたいなのがあったとしたら、もう本当に上位 1% とか、まあ、そんぐらいに行くんじゃないかってぐらい、まあ、いい会社です。で、大企業ながらめちゃくちゃ面白い戦略を取っていて、まあ、例えばPayPayの100億円ばらまきキャンペーンとかもすごいですし、ZOZO を買収したり、あとは LINE と経営統合をしたりと、もう本当に大企業と思えないぐらいアクティブなことをしている会社です。まあ、今回ですね、僕が言うのは、まあ、マイナス面ではあるんですけれども、 Yahoo というのはいい会社だよっていうのを前置きとしてさせてください。はい、ということで早速やっていきたいと思います。まず一つ目がですね、新規事業が作りにくいというところが僕にとっての不満でした。もともと僕はヤフーに新規事業が作りたくて入社しました。で、ヤフーっていうのはヤフー検索とかヤフーニュース、そしてヤフーショッピングで、たくさんのサービスがあります。多分50個以上サービスがあるとは思うんですけれども、で、そういうのをうまく使えば僕はもうめちゃくちゃインパクトのでかいことができるんじゃないかと思ってヤフーに入社しました。で、実際入社してからも新規事業を作るための行動をたくさんしてました。例えば入社1ヶ月後に新規事業のアイデアを本部長の人にプレゼンしたりとか、他にもですね、部長クラスの人に何回もプレゼンしてきました。で、ヤフー自体が確か1年に1回新規事業のまあコンペみたいなのがあって、そういうのも全部応募していましたし、またヤフーの親会社であるソフトバンクが、ソフトバンクグループ全体で社内企業を応援する制度、ソフトバンクイノベンチャーという制度があったんですけれども、それももちろん応募していました。で、そういう制度を活用するだけじゃなくて、まあ、自分から結構発信とかもしていきたいなというところで、ヤフーにはチャットがあるんですけれども、そのチャットの中で社内企業というチャットを作っていました。で、その社内企業の中にはもう200人以上メンバーがいたんですけれども、そういう人らに向けてベンチャー界隈の情報を発信したり、まあ、どこどこが資金調達しましたとか、世界ではこういうアプリが流行ってますとか、そういうのをいっぱい発信していました。まあ、そういう感じで新規事業を作るためにいろんな人にプレゼンしたりだとか、あとは制度も活用したり、そして自分でそういう場を作りに行ったりということをしていたんですけれども、まあ、残念ながら2年の間で新規事業を作ることができませんでした。これはヤフー特有の問題というよりは大企業によくある問題で、やっぱり新規事業を作るっていうのは非常にハードルが高い行為かなと思っています。ヤフーでも僕がいた2年間の間で社内起業家が出たことはなかったですし、まあ、新規サービスがリリースされてもそれを作っている人は結構ですね、経験がある人だったりという感じで、あんまりですね、若いうちから新規事業、まあ、社内起業としてできる環境はちょっと整ってはなかったのかなというのが正直なところです。まあ、ただこれは会社だけの問題じゃなくて、もちろん僕が実力不足なところもあって、もっとですね、いろんな人を巻き込んで、素晴らしいアイデアをプレゼンできたら、もちろん社内起業をさせてもらえてたかもしれないので、まあ、これはですね、単にヤフーが悪いっていうことだけじゃなくて、まあ、僕自身が能力が低かったっていうのは正直あるかと思っています。はい、ということで、まあ、もともと新規事業が作りたくて入社したけどそれができなかったっていうところで、まあ、不満が若干溜まっていたという話ですね。で、あとはですね、やはり小さい会社の方が動きやすいということで、まあ僕の経験として、学生時代の頃に社員が4人のベンチャーに入って、まあ、そこで新規事業を考えたりだとか、まあ、受託の案件とかがあっても自分なりのアイディアとかを取り入れてより良いものにしたりとか、非常に裁量権があって、まあ、面白かったっていう経験がありました。まあ、ヤフーで働いている時もベンチャー企業で新規事業の立ち上げとかにも携わってました。で、そのベンチャーは今はかなりうまくいって、まあ、業界でもですね、結構注目されているベンチャーになってるんですけれども、まあ、そんな感じのダイナミックさを僕はヤフーにも求めていて、それがやっぱりヤフーでやるより小さい会社の方がやりやすいんじゃないかなというのがだんだん思うようになってきたというのがあります。ということで、新規事業が作りにくいという観点から、まあ、僕はですね、ちょっとだけヤフーに不満を持っていったというのがまずあります。そして2番目が部署の戦略に不満ということで、まあ、どういう部署だったかというと、新規事業の部署に配属されていました。いや、新規事業が作りにくいと言いつつ、新規事業の部署だったんかいと、ツッコミがあるかと思いますが、これがどういうことかというと、まあ、僕はですね、途中から入ったということです。ヤフーはだいたい3ヶ月ぐらいですかね、新卒研修があるんですけれども、7月ぐらいに本配属があって、まあ、その時に新規事業の部署に配属されました。で、その時にはですね、すでにアイデアがもう固まっていて、僕がゼロからアイデアを作ることはできなかったということがあります。まあ、そういうロジックがあったということをまず前提として聞いてください。そして本題の部署の戦略に不満ということなんですけれども、失敗の可能性が高いのにやっちゃうみたいなところがありました。
で、僕が入った時にアイデアをまず聞いて思ったのが、めちゃくちゃ失敗しそうだと思いました。まあ、いろんな理由から失敗しそうなところがあったんですけれども、まあ、僕はですね、部署に入ってまずこのアイデアやっちゃうとめちゃくちゃコストがかかるから、それで失敗しちゃうと無駄じゃないですかと。だから、まずアイデアの見直しからするべきじゃないですかっていうのをいろいろ提言していたわけです。まあ、ただその時の部署の、決定としては、まずはリリースしてみてどんどん改善させていこうというような判断をしました。で、実際ですね、リリースしたんですけれども、まあそれは目標のもう本当に1000分の1とか1万分の1ぐらいしか達成できずに、まあ惨敗という結果になりました。まあ、実際僕が辞めてから半年か1年ぐらいで、そのサービスもクローズされてしまいましたので、まあ、やっぱり僕の判断としては間違ってなかったなと正直思っています。なので、まあその失敗の可能性が高いのにやっちゃうみたいなところが、まあ正直ですね、部署の戦略としてはあんまり良くなかったんじゃないかなという感じで、まあ不満が募っていったというのがあります。またですね、人員配置にも問題があると思っていて、実は新規事業の部署なのに2、30人ぐらいいました。新規事業ってのはやっぱり速さが求められるところであって、市場からのフィードバックを得て、まあ改善していったりとかする上でも、まあ2、30人いたらやっぱりどうしても遅くなっちゃうというのがあります。で、まあ、新規事業の部署なのに2、30人いるところに不満があって、まあ、それもですね、上の人にもっと細かくチームを分けて、やるべきじゃないかみたいなことは何回も言ってました。まあ、ただそれもですね、うまく通らずに、まあ、大人数でそのまま突っ込んじゃって、まあ、失敗していくというところがあったので、まあ、これもですね、非常に問題に感じて、あんまり良くないなと思っていました。ということで、まあ、こういう失敗がですね、まあ、僕の辞めるきっかけにもつながっていったというのがあります。ただ補足をしておくと、部署自体が嫌いだったわけではありません。部署のですね、人はみんな本当に人が良くて、まあ、めちゃくちゃですね、開発してる時も和気あいあい楽しく開発できました。なので、まあ、部署の戦略には不満を持ってたけれども、人としてはめちゃくちゃ尊敬できるし、学びのある人ばっかりだったので、まあ、そこはですね、勘違いしないでほしいなと思っています。はい、ということで、新規事業が作りにくい、かつ、部署の戦略に不満があったという段階で美味しい話が来ましたと。これがですね、結構辞めるきっかけにつながったというのもあります。まあ、どういう話かっていうと、フルリモートでかつ完全裁量労働ということで、まあ、自分のですね、好きなように、物事を動かせるというところが、まあ、非常に魅力的でした。ちょうど不満が募っていったタイミングで、まあ、こういう話が来たので、あ、もうこれは転職するしかないなということで、まあ、辞めるに至ったという感じです。はい、ということで、まとめると、新規事業が作りにくく、まあ、部署の戦略に不満がありましたと。で、そのタイミングに美味しい話が来ましたというのが、まあ、僕がですね、ヤフーを辞めた理由ということになります。はい、という感じで話は終わりなんですけれども、またちょっと思い出したので、まあ、いくつか補足したいなと思うんですけれども、ヤフーっていうのはそもそも大企業で、部署によってめちゃくちゃ違います。自分に合う部署もあれば、まあ、合わない部署もあるという感じで、まあ、こんだけですね、でっかい企業になったら、もう本当に部署が違うだけで別の会社にいるんじゃないかと思うぐらいですね、あの、部署によって特色があります。で、またヤフーではですね、その部署、そういう不満があった時とかに、ジョブをチェンジするみたいな、ジョブチェン制度っていうのがあります。自分の部署が気に入らなかったら、まあ、他の部署に応募してみるみたいな感じで、まあ、社内転職みたいな感じですね。まあ、そういう制度もあったので、まあ、正直ですね、まあ、僕はそういうのを活用してもいいかなと思ったんですけれども、まあ、美味しい話があったということで、まあ、転職したというだけです。なので、まあ、部署にですね、不満があったとしても、まあ、ジョブチェンを使えば、またいい部署に行くかもしれないので、まあ、そういう意味ではですね、あんまりですね、部署が気に入れなかったとしても、まあ、チャンスはあるよという話になります。はい、ということで、今回の動画は終わりにしたいと思います。まあ、今回の動画が良かったと思ったら、いいねの方よろしくお願いします。またこのチャンネルでは、 IT 業界に関することとか、まあ、IT 業界の働き方、またプログラマーになるにはとか、まあ、そういったことも発信しておりますので、ご興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。